皆さんこんにちは、エンクリプトのラーナーです。マネギンです。このチャンネルでは仮想通貨と英語について皆さんと一緒に学ぶチャンネルです。なお注意点として、私たちの情報を参考にしていただくのは嬉しいのですが、投資の際はあくまで自己責任でご判断するようお願いします。はい、今回の動画ではテンセットの最新のファンダについて見ていきます。最近ですね、ちょっと最新情報のところを終えていなかったというところがあるので、私なりに3つの観点でテンセットにまつわる情報をまとめました。今日は1つ目にインフィニティの追加について、2つ目にテンセットファミリーの最新情報、そして3番目に今後について、ブロックチェーンローマについて含めながら説明していきます。ぜひ最後までご覧ください。まず1つ目にテンセットのインフィニティについて見ていきます。おさらいですが、テンセットのインフィニティというのはテンセットをステーキングすることによって様々なプロジェクトのトークンを無料でもらえることができるというものになります。こちらについてですね、最近数が増えました。例えばなんですけど、直近3つ新たなプロジェクトが追加されました。3つともシルバースポンサーになりまして、まず1つがマイロトコインということで、英語ちょっと読んでいきますと、 Mylot Coin is the world's first fully autonomous blockchain solution to the lottery system ということで、まあ、ロトですね、ロトくじのプロジェクトというのがまず1つ目になります。2つ目が Everflight ということで、英語読んでいくと、 Everflight is a new project offering a range of unique blockchain mini games using cryptocurrencies ということで、まあ、ミニゲームということで、簡単なゲームで遊べるプロジェクトということですね。そして3つ目が Ixir Swap is a decentralized cryptocurrency project that is developing a one-stop shop for all Binance Smart Chain users ということで、こちらのプロジェクトはエクスチェンジであったり、ステーキングファーミングができたり、またはウォレットもあるというですね、様々な役割を持っているプロジェクトになります。でこれらもテンセットのインフィニティに追加されましたので、今のところ13個プロジェクトがあるので、おそらくですね、今後も数を増やしていくというところなので、まあ、引き続き楽しみにしていきたいなと思います。インフィニティについて知りたいよという方は以前の動画で作成しましたので、こちらをご覧ください。続いて2つ目にテンセットファミリーということで、ここではメタヒーローと考えエクスチェンジに基づきながらプロジェクトについて説明をしていきます。まずメタヒーローについて簡単に振り返っていきます。メタヒーロー、先月のですね、ドバイでのブロックチェーンサミットでですね、大きな成功を収めましたよというところでですね、この後クーコインにもですね、ティア1に上場しましたということで、1つ目の上場ということで、まあ、引き続きこの勢いがですね、増していくんじゃないかなというところに期待をしております。メタヒーローのフォルダーもですね、現在13万人を突破したというところですね、引き続き今後は楽しみだなというところがあります。続いて考えエクスチェンジについても見ていきます。引き続きですね、ツイッターで最新の情報を更新されていまして、このキャッシュとこの仮想通貨を簡単に交換することができるエクスチェンジを徐々に増やしていますよというような情報が出ていて、またまあメインとなっているのが IO ですね、カンガエフェクトというふうに書いてあるんですけれども、カンガで新しく昨日上場したスマートエレクトラム、インフィニティのシルバースポンサーなんですけれども、こちらもなんと3秒でですね、売り切れましたというところでですね、非常に勢いがありました。なのでですね、まあ、引き続きですね、このカンガエクスチェンジでの IO というのはですね、より多くの方を引きつけるですね、大きなチャンスになるのではないかというところがあります。ちなみにこのスマートエレクトラムについては、明日11月11日にカンガエクスチェンジに上場予定となっています。またですね、先週マーケティングメイキングプロも IO を終えてカンガエクスチェンジに上場しました。こちらもすごい争奪戦となったんですけれども、マーケティングメイキングプロについても今月の末にですね、ローンチオブザファーミングプラットフォームということで、複数のトークンを預けることによって得られるダブルステーキングというような新しいファーミングをやったりですね、またローンチパッドとして IPO も今後行っていくということで、非常に期待されているというところがあります。こちらはですね、パンケーキスワップに明日11月の11日の日本時間19時に上場予定となっております。まあ、なのでですね、こういったこのテンセットファミリーが活躍することは非常にテンセットについて大事になっていまして、それはなぜかというと、このポートフォリオにも大きな影響を与えているからです。この考えエクスチェンジであったり、メタヒーローもマーケティングメイキングプロもですね、こちらのテンセットのポートフォリオに入っておりまして、現在ですね、こちらがポートフォリオバリューは約60億円を超えているというところでですね、非常に規模が大きくなってきております。なんでですね、このテンセットというプロジェクトが成功していくためにはですね、テンセットファミリーであるプロジェクトも一緒に成功していくことがですね、非常に大事になってくるのではないかと思います。3番目に今後の予定について、ブロックチェーンローマでのイベントを中心に説明をさせていただきます。今後のテンセットの大きな予定として今公表されているのは大きく2つあります。まず1つが、来週行われる11月の16日から20日まで始まるブロックチェーンローマでのイベントにテンセットが参加するということです。そしてもう一つが、リブランディングについて日程が変更しまして、
今年の12月の31日に行われる予定になっています。こちらまた詳細情報分かりましたらシェアさせていただきます。でブロックチェーンウィークローマについて簡単に説明をさせていただきます。ここでですねテンセットは大きな立ち位置というのを占めてまして、というのもこちらのイベントのスポンサーとしてテンセットはプラチナスポンサーに入っています。さらに加えて灌漑エクスチェンジもこちらのプラチナスポンサーに加わりました。なのでですねこちらのイベントでの大きな役割というのを果たせるチャンスがあるのではないかと思います。実際にスピーカーとしても灌漑エクスチェンジの CEO であったり CTO のお二人もですねスピーカーとして発表予定となっております。おそらくテンセット CEO のジョナスさんも発表されるのではないかと思うんですが、今ちょっとこちらですね情報が見えない状態になっています。こちらのイベントにはビットフィネックスの CTO がいたりとかですね、 IBM の偉い人がいらっしゃったりとか、先進的なアルゴランドのエンジニアがいたりとかですね、おそらく最新の情報というのは集まってくるのではないかと思います。その他にもスポンサーとして世界的なコンサルティンググループである PWC もいますし、パートナーとしてはテザーであったりバイナンスであったり主要メディアであるコインデレク、テレグラムであったりフォーブスなど様々なですねメディアプレス等もいるので、ここでですねリレーションを作ることができればですね、より今後テンセットにとって大きなことができるチャンスがあるのではないかと思います。補足事項になるんですけれども、テンセットの今後の動向についてテレグラムでこのグルーさんが一つお話をされていたので、こちらについてシェアさせていただければと思います。こちらでおっしゃっているのが、一つですね価格が大きく変動する可能性があることとして、この新しいジェム、3つ目のジェムがローンチして、またその際に大きなマーケティングのキャンペーンを行ったりバイバックを行って、リブランディングをしていくことによって新しいですね何か大きな変化が起こる可能性があるというふうにおっしゃっていました。もちろんこれが絶対かどうかはわからないんですけれども、そのお話が仮にあったとするならば、時期としてはおそらくこの今年の年末から1月にかけてですね、こういったプロジェクト、3つ目のプロジェクトが出てきてですね、そういった大きな変化があるのではないかと思います。個人的に私はテンセットのフォルダーなので、こちらに一つ期待していきたいなと思っております。そして最後に私なりの意見についてお伝えさせていただきます。ファイナンシャルアドバイザー等ではありませんので、あくまで一つの意見としてお聞きいただければと思います。現在ですねこのテンセットの価格というのがユニスワップで 1.2 ドル付近、パンケーキスワップで 1.3 から4ドル付近というところになっていて、価格はですねこれまでと比べると下がっている印象です。なのでですねテンセットを持っていていいんだろうかというふうにお悩みになっている方もいらっしゃるのではないかと思います。なので投資というのはあくまで自己責任というところで、いろんな様々な可能性があるので、皆さんにベストの選択というのをしていただきたいんですけれども、私自身が意識していることを2つお伝えさせていただければと思います。まず1つが、ポートフォリオはなるべく複数のものを組んでおくということだと思います。現在はですね、ビットコインの価格が上がってきてバブル相場を迎えつつあるのではないかと思います。なのでですね、そういった価格というのが上昇しているプロジェクトとそうでないものがあるという現状があると思います。なのでですね、この自分自身のポートフォーリオというものを見極めてですね、一つのものだけだとやはりリスクが高いというところがあるので、様々なものを組み合わせて持つということがやはり大事なのではないかと思います。これまで動画で紹介できていないんですけど、例えばですね、私が一つ持っているプロジェクトとして B チェーンというものを持っていまして、B チェーンというのは一つプロジェクトの例なんですけれども、こちらはですね比較的低いところで仕込めたというところがあったので、それがあればですねテンセットの価格が仮に下がったとしても、安定して見れているというところがあります。なので何かしらですねリスク分散という形でですねこういった複数のプロジェクトについて、投資していくというのは一つ選択なのではないかと思います。そして2つ目がテンセットを長期的に考えている方であれば買い増しをするということになります。もちろん皆様自身でご判断いただきたいんですけれども、基本的には価格が下がったところで買って高いところで売るということが必要となるかと思いますので、長期的な観点ですねそのプロジェクトに可能性を見出している方はですね価格が下がったタイミングで買うということが大事なのではないかと思います。なので昨日私はですねテンセットを買い増しをこちらのバイナンスチェーンで行ったというところがありました。以上のように今回の動画ではテンセットの最新情報ということで、インフィニティ情報について、2つ目にテンセットのファミリーの動向について、3つ目にテンセットの今後についてお話しさせていただきました。以上が今回の動画となりました。また概要欄には取引口座開設のリンクを貼っています。手数料オフなど特典があるのでご活用ください。はい、いかがでしたでしょうか。今回の動画が良かったという方はグッドボタン、まだチャンネル登録をしていない方はチャンネル登録をお願いします。また取り上げてほしい内容等ありましたらコメントお待ちしております。ご視聴ありがとうございました。次回の動画もお楽しみに。